今回は浦学の大先輩の元に来ました。こちらもいらっしゃいますけれども、浦学の大先輩、浦学 OB 坂本弥太郎さんです。お願いします。よろしくお願いします。弥太郎さんはね、浦学の OB で高校からはプロ野球に行きまして、ドラフトで選ばれまして。ドラフト知ってる？知ってます。4位です。ああ素晴らしい。ビッグで見てたね。ヤクルトから日ハムで横浜行って西武と、はい、今日はね、よろしくお願いします。いろいろと聞いていこうと思うんですけども、でここがですね、弥太郎さんがやってる野球スクールに来たんですけれども、ちょっと今弥太郎さん何をやられてるかと、あとこのスクールの詳細を教えていただけますでしょうか。今ご紹介があったように野球スクールでも、はい、そこで今、小学生中学生をメインとして目的としては、プロ野球選手を目指すというところの野球スクールで、あとその他に幼児だったり運動スクールみたいなことも、これからスポーツを発展のためにちっちゃい子も運動スクールもやりながら、まあ野球スクールはメインということでやっています。別の動画でね、実際に練習に参加させてもらおうと思ってるので、よろしくお願いします。ありがとうございます。弥太郎さんなんですけど、もう裏学ということでね、もう僕も当時いろいろ聞いてたんですけど、埼玉の高校野球史に残る大接戦というか名勝負があったと思うんですけど、ちょっとあの時のことをちょっとお伺いしたいんですけど、はい、知ってますそれ？知ってます知ってます、もちろん。 YouTube で見たんですよ。 YouTube でも見ました、確認のためにね。 でも聞くと、その後当時 の、はい、あの裏学の後輩たちはあの試合を夏祭前に見るっていう噂も聞いたことがあるんですよ。あのこれを見て、はい、参考に戦う、まあ、夏の大会戦う場合って話をコーチから聞いてましたけどね。それぐらいもう本当よく聞く、もう多分埼玉県の名将、もう優勝候補だった春日部共栄で、ピッチャーが中日の中里選手で、延長で、まあ、勝つという、弥太郎さんが最後ホームインするという。そうそうそう。でもずっと投げてて、2人で投げ合って。あの時どうでしたか？すごいざっくりな質問なんですけど。あの試合は質問もざっくりだけど、どうでしたね。いやだから結局、春日部共栄も評判的に言ったら、ここ今までの春日部共栄が一番強いって言われてた年、うん、秋の関東大会選抜にかけて、あと1個勝てばっていうところで春日部共栄負けてるんですね。それが東海大相模に負けて、でその東海大相模が全国優勝、東海大相模の延長戦で負けてるんですね、春日部共栄は。で、じゃあ、この夏っていう。で、今度、浦和も2年連続決勝で負けてるっていう、当時だと埼玉栄、僕1年生の頃、埼玉栄、聖望学園、当時いた埼玉栄は大島選手、で、聖望学園は鳥谷選手がっていうメインの選手がいて、僕ら負けて、で、今度最後、中澤選手っていうメインのすごい選手の中で、お互いがもう、ガチンコ対決は、もうお客さんみんながもう楽しみにしていただいた試合じゃないかなというのは思いますけどね。お互いにもう100球以上投げて、試合勝った後もうみんな涙。ボロボロで、で森監督も泣いてるし、初めて見ました泣いてるとこ。あ、そうだったんですね。ちゃんとして泣いてるのは初めて。悔しくてなんかちょっとっていうのはあるけど、本当になんか嬉し泣きみたいなのしてるのは初めてとか、まあほっとしたんだろうけど、そういう涙を見たのは初めてかなっていう。まあだから嬉しかったですけどね、だからね、見れて、それが見れて、3年越しに甲子園行けてということですよね。僕らまじまじだからね、決勝で負けてるって、あと1試合のところで2年連続負けちゃってるから、やっぱその思いはあったんですよ。だから監督と一緒の思いですよ。一緒にずっと1年の頃からベンチにいて、その悔しさは多分監督の悔しさを一番肌で感じてるんじゃないかなっていうのは、ね、その甲子園に行った時もすごかったですもんね。19奪三振で、でその2回戦も16奪三振ということで、はいはい、三振取りまくるよ。あれはまぐれじゃないですか。いやたまたまみたいな。どうでしたかその甲子園は。いやでもやっぱり自分が一番ね、高校時代投げたかった場所を投げれたっていうのはやっぱり大きかったし、でやっぱり県大会でやっぱ甲子園に行けたっていう、そのやっぱ浦和学院もやっぱ強くなきゃいけないっていう中でやってたんで、行けた、やっぱりいい意味での緊張感はほぐれたかなっていう、そのやっぱり今まで決勝戦で絶対行かなきゃいけないっていう緊張感の中でのやると、ちょっとやっぱそこから少しこう取り除けて、またちょっと違った自分のピッチングできたかな、ゆとりがあったかなっていう、こんなにゆとりあるんだと思って、だからまあそういうのも精神的な面も三振記録につながったんじゃないかなっていうのも、のはあるかもしれないですね。もう甲子園行ったらもうあとはもうやるだけっていうか、そうですそうですそうです、最後のもうぶつけるだけって感じですよね。そう、自分のもうっていうか、もう絶対勝たなきゃいけない、勝たなきゃいけないんだけど、甲子園でも勝たなきゃいけないんだけども、まあその今までの嫌なプレッシャーっていうかね、今まで何度もこう県を制してきてる中で、やっぱ2年連続落としてたっていう、その嫌なプレッシャーを
からは解放されたのかなっていうのはありますね、うん、でもね。なるほど、うん、いやちょっといろんなねお話ありがとうございます。いやとんでもとんでもいやでもちょっとねなんかここにずっとなんか置いてあるんですよね。あずっと気になってたんですけど、これはうちのあの、はい、まあ、あの正式のちゃんと T シャツとあるのとオリジナルの T シャツを、はい、第2弾が、まあ、今回でまた出てきたんで、じゃあの今日練習するのに記念なんでプレゼントします。これ来ます？いやいやぜひ。どうぞ。いいんですか？はい、あれじゃあ着てみて見せてあげてください。あそうですね、こちらこちら、はい、はい、こちら来ました。めちゃめちゃかっこいい。これベタラさんがすごい。そう、4人ね、4人いらっしゃる。本当は、まあ、本当はここにちょっと裏枠も入れたかったなと思って。ああ忘れたと思って。あそうなんですね。そうそう、あ入れればよかったなと思って。あじゃあちょっと次回作、うん、またすぐ第3弾をこれ第3弾お願いします。はい、じゃあいえどうぞ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 。で続いてプロ野球の話をね聞いていきたいと思うんですけども、はいはい、まずヤクルトに行かれて、はいはい、1年目とかはどうでしたか？はい、1年目の時は、はい、今回の題は野球あるあるバッティング編。公式だったら言ってたわーっていうやつ。本日の MVP 賞はこちら。こちらを見つから選んでいただきます。チャンネル登録はここから、そこおすすめ動画はこちらを見てね。こちら見てねー。バイバーイ。